わあ届かすなよ、カイリー。そっちが勝手に驚いたんじゃない。そろそろサボる頃だと思ったんだよね、ソラは。違うって、あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなって言って。まだ目が覚めない？夢じゃなくて夢だったのかな。知らない世界でさ、変な場所でさ。はいはい。なあカイリー、カイリーが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ、前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？私はここで幸せだから。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。わっと。カイリーも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおうね。向こうまで競争。なんだよそれ。よーいドン。お前らも来たのか。さーて、やってるか。え、さあ、どうだ。お、そりゃ。へ、は、そりゃ。そりゃ。は、へ、どうだ。お、へ、え、へ、さあ、は、どうだ。行け。
一気に決めてくぞ。はっ、それは、どうだ、調子悪いのかな。
果てまで行ったら帰りの元の世界があるんだよな。それはわからない。でも行ってみないとわからないままだ。イカダでどこまで行けると思う？さあな。ダメだったら別の方法を考えるさ。ねえ、リコは別の世界に行ったら何するの？空みたいに見れば満足？実はそんなに考えてない。ただ俺たちがどうしてここにいるのか知りたい。他に世界があるのならどうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。他に世界があるのならここは、そう、大きな世界の小さな欠片みたいなものだから。どうせ欠片だったらここではない別の欠片でも構わないわけだよな。わかんねえ。そういうことだ。じっと座っていても何もわからない。自分で動かないと何も変わらない。同じ景色しか見えないんだ。だから動くんだ。リクっていろんなこと考えてるんだね。カイリーのおかげさ。カイリーがこの島に来なかったら俺何も考えていなかったと思う。ありがとうカイリー。なんだか照れるな。ソラ、お前これが欲しかったんだろ。パオプの実。その実を食べさせ合った二人は必ず結ばれる。どんなに離れていてもいつか必ず。試してみたかったんだろ。なに。ドナルド、おはよう。カイリーちゃん、カイリーも一緒食べるぞ。ミニ王妃、王妃でもダメ。デイジーもカップシーを入れて。おはようございます。ことある？大切な人とパオプの実を食べさせ合うと二人がどんなに離れてても必ず結ばれるんやって。
ロマンチックやね。いつか試してみたいわ。実はな、今日はティーダたちと探検に来たんだ。ほれ、あの木の根元にある秘密の場所さ。あそこには絶対なんかあるぜ。強くなったけど、陸に比べたらまだまだっすね。この前なんか3対1だったのにやられちゃってさ、タイリも陸を頼りにしてるんじゃないかな。どうだ、
誰？この世界の扉を見に来た。は？この世界はつながった。あんた何言ってるんだ？闇とつながった世界、間もなく光を失う世界。気味悪いこと言うなよ。誰だか知らないけどな。あ、あんたどっから来たんだ？お前がまだ知らぬ扉の向こう、他の世界から来たんだな。お前には何もわかるまい。お前は何も知らない。俺はこれからいろいろ知るんだよ。準備だってしてるんだからな。何も知らない者が何を見ても、そう、何も理解できまい。